14歳の妻の怒り、美術史家や教育者として有名な、岡倉天心は16歳の時に、13歳の少女と結婚した。13歳の少女は14歳で妊娠した。妊娠中の彼女は気分が不安定になる時があった。そんな時に岡倉天心は妻と血は喧嘩をした。天心が好意を寄せている女性がいると、14歳の妻が疑ったことが原因だった。東大生で卒業も控えていた岡倉天心は、苦労して書いた卒業論文を妻に燃やされた。その結果卒業を1年遅らせるか、2週間以内に論文を完成させるか、どちらかを選ばなければならなくなった。政治学を学んだ天心の元々の論文は、英文で書いた国家論だったが、天心は論文のテーマを変更し、英文で美術論を書き上げた。論文の評価は8人中7番目となったが、これは彼が美術に携わり生きる契機の一つとなった。それはともかく、燃やすのはひどい。